Thank you.
か青春を引きずってるような感覚が歩きながら初めて何かをした時の感覚だったりとか、歩きながら視界も狭くなり、周辺の歩行者や自転車、バイクなどと接触し、思わぬ事故やトラブルにつながります。また、周りの歩く人の流れに乗れないため、他の通行人が回避する必要があるなど、マナー違反となります。道でスマホなどを使用する場合は、道の端に寄るなど、歩行者の邪魔にならない場所へ移動し、立ち止まって操作しましょう。歩きながらスマホなどの操作は絶対にやめましょう。Zero.